イドリースイーニュール1154年の世界地図。地図の東端、アフリカ南部から東に伸びる陸地の先端に、と書かれている。ワクワクは、中世アラブ世界で、東方のカナタにあると考えられていた土地である。ワクワク島、ワクワクの国、ワークワーク、ワークワーク、ワーク,バク、バク、バクバク島、幸福の島などとも呼ばれる。日本の古名和国に由来するとする説がある。 アラビア語及びペルシア語の地理書ではワークワークないしワクワークと呼ばれる地域がたびたび言及されているワクワクに関する現存最古の文献は旧世紀半ばに表されたイブン・フルダーズベのアラビア語最古の地史書道図書国の書及びイスタフリーの同盟の地理書書道図書国の書であるそれによるとワクワクは水印の東方にある黄金に富み。 犬の鎖や猿の首は衣服まで黄金でできている。また黒炭を散し、黄金と黒炭を輸出している。さらに、シーラという国がカーン数の沖にあり、やはり黄金に富むという。10世紀のブズルグ、イブンシャフリアールによるインドの不思議にもワクワクが登場する。ワクワクにはワクワクの木という樹木があり、果実は人間の形をしているが、 ウシャルカラトロピスプロセラのように中空で収穫するとしぼんでしまう。サマンダルというハトダイの鳥がおり、火の中に入っても死なず、土だけを食べて何日も生きることができる。また、イスラム歴334年にワクワクの戦団がカンバルフ、クワンバラ、ザンジバル、またはマダガスカルの町など、アフリカ東岸各地を襲撃した事件が語られている。 13世紀後半のザカリーアーカズイーニーの諸国の遺跡ではワクワクの木には女性の形をした実がなり髪の毛で枝からぶら下がっている熟するとワークワークと鳴きワクワクの人々はそれを強調と考えている千代人よ物語の一エピソードにはワークの島々が登場するこの話は 日本の羽衣伝説に似た設定で、ワークの王女が破産に衣を隠されて帰れなくなり、破産の妻となることから物語が始まる。ワークは7つの島からなり、住民はほとんどが女性であり、人間そっくりの身をつけ、ワークアークと鳴く木が生えていることがその名の由来であると書かれている。多くの伝承ではワクワクは中国の東方の島とされるが、 ミドリースイーが1154年に描いた地図では、スイーンの南方にシーラの島々が、そのさらに南にワクワクがあり、ワクワクはアフリカトリック続きとなっている。イブン・フルダーズベの書道図書国の小ヨーロッパに紹介したオランダのミヒール・ヤンド・フイーは、関東語での和国の発音をクワックがワクワクの語源だとした。また、シーラはシラギだとした。 それに対しフランスのガブリエル・フェランはワクワクはスマトラとマダガスカルだとした。このほか、オットーダールによるボルネオ説、マトバ説コによるフィリピン説などがある。ありがとうございます。